惜しいね。おお。ティモンディのベースボール GP。 今回ですね、チャレンジ企画ということでこちらの方を準備しました。見てください、これはホームベースのところにですね、ペットボトルをちょっとご用意しまして、まあ、マウンドからこれ当てようっていう話なんですけど、まあ、せっかくなんで、まあ、どっちの方が先にペットボトルにこれボール当てれるかっていうのをマウンドからピッチングして勝負したいなと思います。勝負、うん、まあ、でも2人はチームだから、うん、勝負って言わないんだけどね、それは切磋琢磨で絆を一つにいこう、一丸でいこう。話分かってる、ずっと、うん、日本語が分かんないやつになってるから、だから今回はそれちょっと勝負で球数少ない方で勝負したいと思います。あれだ、よし、いきます。おー、しいね。当たったかと思った。右か、ちょっとね、うん、あれだ、ラインも取れてる。いきます。おー、今のいいんじゃなかったの。よかったね、惜しい。今の惜しかった。あれだ、お、いいよ、いいよ。あれだ、やったー、いいか、これでいいですかね。当たりました。やったー、さすがですね、さすがの修正能力だ。でも先行なんで、僕高校高岸全然当てる可能性ありますからね。この後二人で一緒に当てて喜びたいです。いきます。
投げるぞの顔してるめでとう普通に楽しかったですね、なんかやっぱりあれだよね、普段やらないようなことをやるとちょっとこっちも普通のいつもやってるよりも楽しみは別であるよ。そうね、やっぱりチャレンジする楽しさ、また再確認できた ね、なんかダーツやってる感じがしたね。うん、ダーツよりもダーツだった。ダーツよりダーツはダーツだけどもまあそういう意味では楽しくできました今回。うん、やっぱでもティロンディのコントロール対決は前田さんに軍配と。しゃ、能力だけが全てじゃないっていうところも、子供たちも別にスピードが全てじゃないよっていうのを見せてあげたいなって僕も思ったんで、よかったですね、勝てて。この動画が面白いと思った人は高評価と、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。見てくれてありがとう、僕からみんなに高評価だ。春うららみんなならやればできる。